まあ、会社のやっぱり終わりって3つしかないと思っていて、倒産するか、IPO で上場して、高貴なものになるか、もう一つはそのバイアウトして、売却をして、他人の他の人の手に渡ると。我々であればある程度の規模の中になった時にもっとより良い成長が見込めるような会社が現れたならそこに譲渡するっていうのは宣言はしてました。 IPO に向く事業体だったり向かない事業体っていうのはやっぱり少なからずあって、でも僕がどうだったかっていうと、僕もやっぱりゼロから考えて1にするのが得意な方であり好きである人間だとは思うんですよ。一応10年やっていたのでそういう管理とかそういったところもやってて楽しい部分もありますし面白い部分ってすごいあったんですけど、そうですね、向いてるかっていったらどちらかというと多分ゼロ1の人間だとは思いますね。でも10年前よりかは一般的にはなったとは思うんですよ。ただやっぱりその売却に決めたっていうことを取引先に行った時にまず最初に言われるのが、そんな経営厳しかったのみたいなことをまず第一に言われて、やっぱそれが今日本の実情なんだなっていうのは、まあ、銀行借り入れはもちろんしてましたけど、まあ、VC からの受け入れをして、じゃあこれその資金を使って何か大きなことっていうのが、まあ、その時にはなかったんですよね。資本金最初350万で始まってるんで、まあ、持たないわけですよ。なので受託開発とか受託開発ね主にやったり、まあ、SEO とかちょっと広告代理店事業とかみたいなことやって、なんとかその利益を、全部そのポータルサイトの方に突っ込むみたいなことをやってたんですけど、まあ、今考えればなんかあれは、まあ、いい経験ではあったんですけど、なんか結構時間を無駄だったらもったいなかったなみたいなのはあるんですよね。で今のスタートアップベンチャー、特にこういう SaaS 型とかポータルサイト型ってもう皆さんその事業にすごいフルフォーカスしてる会社多いじゃないですか、資金調達をして。そういう部分ってすごい羨ましい部分でもあり、それが絶対にいいって思いますね。すごい遠回りしてきました、ね、それは。またやっぱり社長やってるでしょうね、会社経営してると思いますね。それは新しい、そうですね、それは間違いない。どうでしょうね、でもまたやってるんじゃないですか。会社経営してますよ。20年、そうそう、だから50とかですよね。いやー、何かしら会社経営してるんじゃないですかね。つってんだ。